石田寺一郎は、日本の政治家、乱受法省、生五位、朝日中受賞、長野県長野市出身、総大教育卒、長野県議会議員、長野県議会議長、自由民主党県連幹事長、全国幹事長連絡協議会会長、政権構想会議メンバー、長野県政に強い影響力を持ち、県政の重鎮、県政のドンと呼ばれた。 1937年、長野市若保面内生まれ、早稲田大学教育学部卒業。品の毎日新聞社勤務を経て起業する。長野青年会議所理事長を経て、1979年の長野県議会議員選挙へ出馬し、トップで初当選した。1985年、長野市長を選挙へ出馬し、塚田タスクと保守を2分する激戦の末敗れたが、 1987年の長野県議会議員選挙ではトップ当選で返り咲いた。以後は県議会議員として実績を積み重ね、1992年の第16回参議院選挙前には自民党本部の竹下派を中心に宮沢派、安倍派、また当時の幹事長であった渡辺派の渡辺道夫から出馬を打診された。 最終的には1986年の第14回参議院選挙に出馬し落選した北沢敏美が出馬し、1986年と同様に参謀役として支援した。また2000年には当時の自民党長野県連会長だった宮下総平から2001年の第19回参議院選挙へ出馬を打診されたが、小児し、吉田博美が出馬し支援している。 1995年、中央の政界再編に伴い分裂していた自民党系会派や新進党系会派、保守系無所属議員をまとめ県政会を結成師団長となった。県政会は長野県議会の3分の2の議席数を占める多数、会派として2002年に解散するまで長野県政へ強い影響力を与えた。合わせて、 長野オリンピックパラリンピック特別委員会の委員長に就任している。1999年の長野県議会議員選挙では、再開当選者の得票数の約3.5倍となる県政史上初の3万票を超える得票でトップ当選した。この頃から長野県知事のポスト吉村の一人として取り沙汰されるようになっていたが、 2000年の長野県知事選挙では、吉村五郎の引退に伴い前副知事の池田文隆を主導し、選対本部長として、全権的な支援体制を組織した。しかし、池田文隆は、県庁支配、県議会や市町村、企業、業界団体による、抑算的との批判を受け、田中康夫に敗れた。2000年に、乱受報酬を授与され、2001年には、 第76代長野県議会議長に就任した。この時期、4期続いた、塚田タスク長野市長の引退に伴い、鷲沢昭一の擁立の流れを作るなど、存在感を発揮している。一方、メディアでは、田中知事のカウンターパートとして、全国規模で取り上げられるようになった。2002年には、田中康夫に対する不信任安定室を主導し、出直し知事選挙が行われた。 しかし、支援した、長谷川慶子は惨敗し、県政会は解散し、長野県議会は、少数会派が乱立することとなった。しかし、2003年の長野県議会議員選挙では、逆風下であったが、トップ当選し、同年5月に、自民党長野県連幹事長として復権した。2006年、長野県知事選挙では、元衆議院議員の村井人氏の擁立を主導し、 田中康夫を破った。2009年、麻生政権時から全国幹事長連絡協議会の会長に就任した。また、自民党がゲイしてから、党再生の目玉として設立された政権構想会議へ、地方組織代表としてメンバーとなっている。2013年には3期続いた、鷲沢昭一長野市長の身体の相談を受け、加藤久夫の擁立への流れを作った。 2013年には3期続いた、わしざ正一長野市長の身体の相談を受け、加藤久雄の市長誕生や、2014年8月の長野県知事選挙では、安倍森一の再選に向け、党派を超えた支援体制づくりを主導し、存在感を発揮した。2014年10月12日、肝細胞がんのため、長野市内の病院で死去。 長野県議会議員としては、現職最多の当選9回、うち8回トップ当選している。また5回は、長野県全県としても最高得票での当選である。ザウの名は、占友降楽。地方へ、中央の政党対立を持ち込むべきではないが、心情で、県民党が望ましいとしている。趣味はゴルフ。かつては、愛演化であったが、2012年に体調を崩してから、 完全に禁煙派となっている。種類はほとんど飲まない。長野県議会自由民主党県議団所属議員、紹介メンバーは18名。議長に、谷垣定一、議長代理に、伊吹文明メンバーに、大島忠盛田野瀬良太郎、石橋茂、尾辻秀久、谷川修善、加藤孝一、ぬかが福士郎、園田博之、村上聖一郎、野田聖子、 河野太郎、西村康俊、井上真二、舛添洋一、川口純子、丸川玉代、石田慈一郎、藤代光一。石田自民県連幹事長死去読売新聞2014年10月13日。ありがとうございます。